筆者は前に「平獣の没年は延長元年とも6年とも言われていて確かでない」ということを記した「今侍従の君のことが原因で病死した」という根尺の記事に従えばなんとなく平獣の方が紙幣より先に死んだような感じを受けるが前景の五千州の言葉書きなどを読むとやはり平獣は後まで生きていたのであろうか。 だがまあそれもどちらでも良いとして北の方脱出事件があってから45年の後縁起9年4月4日に紙幣が39歳の若さをもって即居したことははっきりしているこの左大臣が優位の財を抱いて早死にをしたのは積もる悪行の報いであるように当時の人々は見たのであるが中んずくその報いの最たるものは 観光のののたたりででああるとされたのであったこれより先観光がく市の敗所で講じたのは縁起3年2月25日であるが同6年の7月2日には紙幣と共に観光残荘の防御に加わった右大将大納言貞国が41歳をもって阻止同8年10月7日にはこれも紙幣の一味であった三義式舞太夫菅根が 53歳をもって阻止したしかも菅根の場合は雷神と化した漢光の霊に蹴殺されたことになっているが漢光が雷になって生前の恨みを報じたという怪異談のうち紙幣とその一族に関係のある部分を以下に少しく述べてみよう。漢光の霊が初めて姿を現したのは皇居の年の夏ある月の明らかな夜五行が過ぎて 天がまだ全く開けきらない頃、延暦寺第13世の座す、保守棒孫尊医が指名が岳の頂において三密の感想を凝らしている時であった中門の辺りとおぼしいところにほとほとと,と戸をたたくものがあるので開けてみると亡くなったはずの寛上庄が佇たずんでいた孫医は胸騒ぎを隠しながらうやうやしく侍物堂に障子入れて 深夜の御降臨は何御用にて候や」と問うと上昇の霊が答えて「自分は口惜しくも序瀬に生まれ合わせて無実の残僧を被り左遷流罪の身となったについてはその恨みを法然ために雷神となって都の空を甘がけり奉献に近づき奉ろうと思っている」。 このことは、すでに梵天、使王、閻魔、大釈、五道妙冠、司令、四六等の許しを得ているので、誰にはばかるところもないのだが、ただ、基僧は方言がめでたく終わしますので、基僧の法力で抑えられるのが一番恐ろしい。何卒、年来の師団の千切りを思って、たといその折、朝廷からお召しがあっても、お受けにならないように願いたい。 自分はこのことを申し上げたいと存じて「ただいまわざわざくしから参ったのです」というのであったそこで孫医は「お嘆きの次第はごもっともであるけれども古いにしえより賢人が精進のために災いを被った試しは珍しからず帰化お一人に限った運命ではないのであるしおよそ世の中は無道なものなのであるからさように大恨みなさるのは浅ましゅう存ずる」。 どううかそのようなお考えは思いいまっていただきたいだがそう言っても貴家と具僧とは年来のよしみも深いことなのでせっかくのお頼みとあるならたとえまなこを抜かれてもお言葉に従って戦時をお受けしないことにいたしましょう。ただし天下は皆王道であり愚僧も王民の一人である上はもしお召しの戦時が数度に及んだら。 二度まではお断り申し上げるけれども、三度目にはお受けしなければなりますまい。とそう答えると、上昇の霊がたちまち眼色を返じて凄まじい行走になった。尊医が、喉が渇いておいででしょうと言ってザクロを勧めたのを、上昇は取って口に含んでひひしと噛み砕き、妻殿の淵に吐きかけたかと思うと、みるみる一畳の火炎となって燃え上がったが、 損意が斜水の院を結ぶと立ちどころにその火が消えたそれから間もなく洛中の空に黒雲が覆い広がって大雷雨が襲来し風を起こし氷を降らして宮中のここかしこに落雷した満帝の長身たちがおののきを恐れあるいは板敷きの下に入りあるいは空び子の底に隠れあるいは畳を担いで泣き あるいは不問本を図紙などする中で紙幣が一人毅然として剣を抜き放ち空に向かって雷帝を叱咤したのはこの時の話であるがその後風雨がなおやまずついに鴨川の洪水を見るに至った。発証坊尊医も戦時が3度に及んだのでやむを得ず三大して法力を持って雷電を取り沈め帝の恩悩みを除いたのであったが その時、孫医の乗った車が鴨川の浜に差し掛かると水が自然に引いて車を通したまた宮中において孫医が火事祈動している時帝は夢に不動明王が火炎の中で声を励まして呪文を唱えていると見たまい御目が覚めてご覧になるとそれは孫医の度胸の声であったというしかし孫医の法力も度重なっては功を奏さなかったのか その後五年を経八年の十月には菅根阿蘇が電撃を受けて紳士した。「紙幣は九年の三月頃からなんとなく初老の君で床についたが官上昇の怨霊がしばしば沈騰に現れて呪いの言葉を漏らすので陰苗字や鎖師を招いてさまざまな祈祷領事求事等をしてみるけれども一向に効き目がなく今はただ死を待つばかりの状態となった。 一一家一門の悲嘆やる方なくこの上は皇徳の聖を併してその法力にすがろうということになったがそれには当時天下にその名が処文していた奉仕を置いて他になかった。この「上蔵」という僧は正体3年の昔漢公がまだ右大臣として紙幣と昇進を競っていた頃「李守の命も昇状の地理を見るあたわず」 中寺の地も、京中のものを知るあたわず、云々の苦のある一生、漢公に呈して、明年必ず公に災いの及ぶであろうことを告げ、早く漢を知りて、保身の術を講ずべきことを封した、文章博士、三好清蔵の第八子で、母は公認天皇の孫娘であった。用にして装備品なく、四歳にして千字文を読み、 7歳にして出家せんことを求めたが、12歳の時、宇田上皇に見出されて、上皇の乗りの弟子となった。その後、上皇は直して彼を永山に登らせて、登壇受会せしめたまい。元首立志に伏して密教を学ばしめたもうたが、世来多才多芸の人で、県密の領収はもちろんのこと、十種に余る学問技術を身につけていたと言われ、井戸 天文、執短、僧人、還元、文章、牧税、戦争、船師、絵師、賢者、自強者などなどの道に連達してい,い音曲などの諸芸にかけても肩を並べる人がなかったと言われる左大臣家ではこの上像を混成したので上像が言ってみるとすでに紙幣の面上に思想が現れているのでもはや情報は免れがたく たと医科用の術を施しても万死に一生を得ることは難しい旨を申したのであったが病人も付き添う家族の人々もしきりにこうてやまないので自するによしなくともかくも家事祈祷に努めた折から醸造の父の清面も見舞いに行って陳騰に座していたが醸造が一心に祈り続けると病人の左右の耳から清涼が出て口より火炎を吐き 清津に向かって言うのに「自分は生前尊閣の風間を用いなかったために左遷の浮き目を見尽くしの空に流遇して儚ない最後を遂げたのであるが今梵天大釈の許しを得いかずちとなって自分につらかった人々に恨みを報じようとしているのに尊閣の即上像が法力を持って妨げをなし自分を降伏させようとするのは侵害である。 尊願わくは醸造奉仕を制せられよというのであった清津らはそれを聞いて恐れかしこみ醸造に命じて直ちに祈祷を中止せしめたが醸造が病室を退去するや主裕にして紙幣は事切れてしまった宇田上皇は 上皇のリの,の弟子である醸造が左大臣の屋敷において最後まで家事祈祷の務めをせず中途で退出したことを聞こしめされて大いに見景色を存ぜられたので醸造は深く直感の身を慎み3か年の間与川の狩猟権院に浪居して修練苦行の日を送ったというが世間一般の人々は紙幣がそういう死に方をしたことを当然のように考えてあまり同情するものはなかった。 しかも、報いは、紙幣一人にとどまらず、長く子孫にまで及んだのであって、彼の三人の子息のうち、長男の八条大将安忠は、昭兵六年七月十四日に四十七歳をもって没し三男の中納言厚忠、あの新婦人有原氏が産んだ晩年の子は、天行六年三月七日に三十八歳をもって没した。 もっとも安忠の没年は47歳というのであるからその頃として若死にとは言えないかもしれないが事実は観光のたたりを気に病むあまり病気に取りつかれ枕元に源者を招いて薬師経を読み上げさせていたところ経の中に「くびら大将」という文句があったのを「汝をくびる」と聞きたがえて悶絶しそれきりになってしまったというのでやはり尋常の死に方ではなかった。 そのほか宇田天皇の女後に登って京極やすどころと言われた女子があったがこれも短命をもって終わり他の一人の女子ニ世子と醍五天皇の皇太子安明親王との間に生まれた安頼王は紙幣の外孫にあたり安明親王の皇居後に皇太子に立ったがこれも延長3年6月18日にわずか5歳をもって講じた。 ただ次男の富野小路の右大臣、秋田,田が候保2年4月24日をもって68歳で没したのは例外であるがこの人は心がけのよい人で平成、観光の礼を恐れ敬い舞を庭に出て天神を拝したまた身を辞すること禁言で倹約を胸とし おとどのくらいに6年の間いたけれども家にあっても外にあっても大臣の作法を振る舞わず外出の時は先句をくしていくことはめったになく車沿いにも4人の友は召し釣れずいつも車の尻の方に乗った食事をするにも贅沢な器を用いず瓦家に持って台などもなしにお式に載せて直に畳の上に置いた長図を使うにも半蔵だらいを持ちうることはなく 神殿の被学士の間に棚を作らせて、後家に小さい秘釈をつけておき、毎朝次長がそれに湯を入れるだけで、手を洗うときは自ら水をかけに行くようにし、人手を煩わすことはなかった。そういう人であったから、右大臣にまで昇進し、後に正任位を送られたのであるが、この大臣の孫たちのうちで、三井寺の真余、幸福寺の不幸と、仏門に入ったものはつすがなきことを得て、 大僧に至ったそうになった者はこのほかにも熱忠中納言の子右兵衛之助助政その子の岩倉の菩提坊文慶等がありこれらはいずれも仏堂に帰依したおかげで災いを免れることができたのであるが結局小仙工の長男たる紙幣の光営は栄えずにしまって四男の忠平が 後に11位摂政関白太政大臣になったのみならずその一門は皆出世して兼用の職に就いたそれは漢公が左遷の時右大弁にあった忠平は密かに漢公に同情して兄に組みせずその後も絶えず廃所へ消息を通わして院銀を結んでいたからであると言われる紙幣の三男の厚忠田田は三十六家仙の一人であって 本中納言とも美和中納言ともまた土味門中納言とも言われ百人一首の「愛見ての後の心に比べれば」の作者として知られているがこの言中納言は本因のおとどの有原の北の方の腹に生ませたまえる子なり年は四十ばかりにて形ありさま美麗になんありける人柄もよかりければ世の覚えも華やかにて とんじ物語」も書いているように紙幣とは違って優しい人好きのする人物であり一面には母方の曽祖,祖父成平の血を引いた多感で情熱に富む詩人でもあったただし百人一首人世語りに「夫人有原氏は国常の館から紙幣に拉致される時にすでに厚忠を解任していたされば厚忠はまことは国常の種であるが 夫人が本院へ移ってから生まれたために紙幣の子として育てられたのであるという記事が見えるそうだとすれば厚田田は少々重本の実弟になるわけであるが人世語りの記事は何に基づいているものか筆者はその出所をつまびらかにしないけれどもあるいは当時世情にそういう風説もあったのであろうかこの厚田田が天行六年に創生してからは 近中で還元の漁遊がある時は白雅の酸味がなくてはならない人になり賛美に差し支えがあるとその日の漁業を中止したもうようになったが古老たちはそれを聞いて今は世が末で還元の名手もいなくなった熱忠中納言が存じ中は白雅の酸味が作用にに重んぜられることはなかったのにと言って嘆いたというこの一事をもっても熱田の死が人々に惜しまれたこと。 また厚田田が若ばかりでなく還元の道にも引い出ていたことが忍ばれるのである三義藤原春上の女子で第五天皇の皇太子安明親王の見やすどころに登った人があったが厚田田がまだ左近の少将であった自分にお二人の間の絹布の使いを務めさせられたものであった そんな縁子から、その後、親王がお隠れになると、見やすどころは厚田だとちぎるようになり、厚だ田田は限りもなく、このお方を愛しい人に思ったのであったが、ある時、私の一族は皆短命でございますから、私もそう長いことはございますまい。私が死にましたら、あなたはあの文則のものになられますでしょう。と言ったことがあった。文則というのは、民部教張間神で、 厚田の家の軽視をしている男だったので、見やすどころが、まあそんなことがあるものですかと言われると、いいえ、きっとそうなります。私は空から見ておりますよ。と淳田は言ったが、果たしてその予言の通りになった。時平の子たちや孫たちが天神のたたりということを神経に病んで、始終安き心地もなかったことは、安田の霊を見ても察知られるが、淳田もまた、 自分が到底長生きのできない運命を担っていることを知りひそかに諦めていたのであった前期の宮こ所のほかに田忠にはなお数人の思い人があった今田忠衆を見るとその大部分は恋歌であって中にも西宮政子内心王との贈答が多くこの恩方とは随分長くちぎり交わしていたことが想像されるが 午前週牧野十三恋五の部には宮が西宮に鳴らせられて異性お下りになった時の熱忠の歌が次のような言葉書きとともに載っている「西四条の先の西宮まだ御子に物下まいしとき志ありて思うことはべりける間に西宮に定まりたまいにければそのあくる明日に 榊の枝につけて差し置かせはべりける「伊勢の海の千尋の浜に拾うとも今は何町開花あるべき」また小野宮左大臣実よりの女子で彼が三重殿の別当と呼んでいる人を久しく恋わたりながらなかなか会うことができないのである年の師走の巣ごもりに。 物を思うと、すぐる月日も知らぬ間に、今年も今日に果てぬとか聞く、と書いて送ったが、父の左大臣が事情を嗅ぎつけて、いよいよ合わせないようにしたので、また次のように書いて送った。いかにして、かく思う長ことをだに、人捨てならで君に語らん。末縄の少々の女子の右近という人とも、 この女がまだ宮中に奉公をしていた頃に言い交わしたことがあったが、後に宮遣いを辞めて里へ帰ってからは、ふっつり訪ねても来ないようになったので、女の方から、忘れじと、頼めし人はありと聞く。いいしこの葉伊豆地いにけん。と言ってやると、やはり何とも返事はしないで記事を送ってよこしたので、女が重ねて言ってやった。栗駒の、 山に朝立つ記事よりも仮に淡路と思いし者をこのほかに長男の助信の母にあたる人で三義源の仁の女子もいるがなお熱田州に初めの北の方と呼ばれている女や助政の母君と呼ばれている女が見えるのは前期の女たちの中の人々か別の人々かよくわからない。 スケマサというのは次男のスケマサのことであるが、これはあの雪なりや豆腐と並び称せられた農所家のスケマサとは違う。厚忠田衆田によると、スケマサの母はスケマサを産んで死去したので、子は叔母のところに預けられて、アズマという幼名で呼ばれていたが、アズマが二つになった時に、厚田,田がその子を見に行って、大層泣いて霜のような歌を詠んだ。 むつごともまだいい入れで別れにし、人の形見はあずまなりけり。このあずまのすけまさが後に出家をしたことは前に記した通りである。